コーティナは、フォードモーターの英国法人、イギリスフォードが1962年から1982年まで生産していた乗用車である。コンベンショナルで手堅い設計を特徴とし、保守的な需要層、並びにカンパニーカーなどの法人向けやタクシー等の営業用として根強く支持され、長年イギリス国内のベストセラーカーの座を確保していた。なお名称は、 イタリアの著名なスキーリゾート地で1956年の冬季オリンピック会場になったコルティーナ・ダンペッツォに由来する。デビュー当時の正式名称はフォード・コンサル・コーティナであったが、1964年にマイナーチェンジを受けてからは単にフォード・コーティナと呼ばれるようになった。1982年に第5世代がフォード・シエラに世代交代するまでの20年間生産され、 各世代とも100万台近くを販売した。なお、1970年登場の第3世代以降は、英国フォード社の一元化政策が取られ、ドイツフォードのタウンスとほぼ共通の設計となり、ドアパネル等はドイツ製となった。ブリティッシュモーターコーポレーションが1959年に発売したミニの公表を目の当たりにした英国フォードは、 複雑な設計ゆえに生産コストや販売価格がサイズに比べて割高なミニと対抗するにはより大きく常識的な設計の小型車を低価格で売り出すべきだと考えた。そのために開発されたのが初代のフォードコンサルコーティナで1962年9月に発売された。サイズ的にはモーリス・オックスフォードやボックスホール・ビクターに匹敵し、 これらの需要層の取り込みも図っていた。発売されるとすぐにコンサルコーティナはその有りやすな価格、特にワゴンモデルの積載能力の高さは評判を呼び、発売3ヶ月で6万台を販売するヒット作となった。その後も順次バリエーションを拡張し、1963年1月には当初の 1198cc のスタンダード、 デラックスに加え 1498cc 57.5馬力の上級版スーパー4月にはそのエンジンを75.5馬力にチューンした GT を追加した。また同年にはロータス製 DOHC1558cc 106馬力エンジンを搭載したホットモデルロータスコーティナーも登場しロータスの工場で1966年までの3年間で 約2800台が生産され、モータースポーツでも活躍した。1964年9月にマイナーチェンジを受け、フォードコーティナに名称変更された。フロントグリルの衣装やダッシュボードが変わったほか、エアフローベンチレーションが採用されて、室内に排出用のグリルが C ピラーに追加された。この方式は有効で、その後ほとんどの乗用車の設計に採用された。 第二世代目のコーティナであるマークには、英国フォードの当時のチーフデザイナー、ロイ・ヘインズによってデザインされ、1966年10月にデビューした。上級者のゼファー・ゾディアックとの近似性の高い、1960年代後半の乗用車として平均的なデザインに生まれ変わったボディは、車体幅が60ミリメートル広げられ、カーブドガラスが採用されたため居住空間が、 拡大した。エンジンを含め、機構的には初代とほぼ共通であったが、前輪にはディスクブレーキが標準化された。翌1967年にエンジンが新設計のクロスフローヘッドのものに変更され、1200cc はサイレンカバンのみに残され、 主力車種の排気量が 100cc ずつ拡大されて 1298cc51 馬力と 1599cc64 馬力となった。この年コーティナは BMC アド16を破り、英国のベストセラーカーの地位を獲得した。2.4ドアセダン、5ドアワゴンのボディスタイル、そしてベースモデル、デラックス、スーパー、GT、ロータスという車種体系も変わらなかったが、 1968年には 1600E が追加された。これはロータスコーティナと同じ足回り、GT のエンジン、ウッド張りのダッシュボードバケットシートスポーティーな、ステアリングやフォグライトロスタイルホイールなどの専用の内外装を与えたロータスを除けば最上級となる車種であった。1969年にもフロントグリルやバッチ類の小変更を受けた。 1970年10月にフルモデルチェンジされたコーティナマーク3は当時のアメリカ車の影響が色濃いコークボトルラインのスタイルとなり特に全幅が大きくなったためマーク3よりだいぶ大柄に見えるようになった。また 2000cc エンジン版も追加され1クラス上のフォードコルセアの後継者としての役割も担うことになった。またエスコートカプルに次ぐ A 毒報道一元化政作に基づいて、ドイツのタウヌスに約1年遅れて登場した。メカニズム的には、マーク3をほぼ継承し、ホイールベースや前後トレッドも変わらなかったが、ボディはよりプレーンで、欧州車らしいデザインに変更され、タウヌスと完全に同一設計の車となった。グレード名称も変わり、XL は GL、GT は S、そして最上級の E は、 カプリツーエスコートマークにフィエスタのトップモデル同様、かつてのイタリアの名門カロッツエリアで、今やフォード市街車となっているギアの名称に変更された。また、カプリツータウヌスグラナダで既に用いられていた、ドイツフォード製 V6 エンジン 2300cc が1977年に追加された。マーク四もマーク三同様、当時の英国では、好調な販売を維持し、 後のマーク5を含めて1979年までに113万1850が生産されたが、防サビ対策の不備もあって早期にスクラップとされた車が多く、英国内でも今日では残存台数はあまり多くない。最後のコーティナとなったマーク5は1979年9月に登場した。当初はコーティナ80として売り出されたが、 まもなく誰もがマーク5と呼ぶようになった。マーク5はマーク4のやや大規模なマイナーチェンジ版で外観上は大型のヘッドライトウィンカー、横型断面を持ち車速に応じてラジエーターへの外気導入量を自然に調節するラメイングリル、平らにされたルーフ、ウィンドウ面積の拡大、細くなった C ピラー、大型テールライト、内装の質感向上などが行われた。 ただし、ワゴンは相変わらず、フロント部分のみの変更で、スカットル以降は、マーク3以来のボディシェルを用いた。バリエーションは、ベース、L、GL、ギアの3種類が4ドアセダンと5ドアワゴンに用意されたが、2ドアは、ベースと L のみに整理された。従来の、S は、強化型サスペンション太い185、70サイズのタイヤホングランプタコメーターなどを含む、 パッケージオプションとなり、L 以上に選択可能となった。また、モデルライフ後半には、カリプソ、カルーセルなど、各種の特別使用車が発売され、最後に売られたコーティナは1300.1、600.2、000cc の4ドア、またはワゴンのクルセーダースペシャルというモデルであった。1981年、 コーティナはこの年も英国のベストセラーカーの地位を堅持したが、ボックスホールはコーティナのライバル車種であるキャバリエをゼネラルモーターズの世界戦略車 J カーにモデルチェンジ、横置きエンジンの全輪駆動車とした。またイスコートも一足先に全輪駆動のマーク4に進化しており、1970年以来同一の基本設計を持つコーティナにも抜本的な進化が必要になっていた。 1982年7月、最後のコーティナは、工場を後にし、前衛的なエアロダイナミックボディを持つフォードシエラが、後継モデルとなった。しかしあまりに前衛的なシエラは、コーティナの需要層を完全には引き継ぐことができず、1982年以降、英国のベストセラーカーの G はエスコートが継承することになった。コーティナは、アイルランド、オーストラリア、ニュージーランド、 インドネシア、マレーシア、タイ、マルタ、南アフリカと、右ハンドル車を必要とする国を中心に盛んに、現地生産された。左ハンドル版もフィリピン、韓国、台湾で生産された。道路、交通事情がイギリスとは異なる、オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカなどでは早くから、V6 エンジン搭載車や、ピックアップトラックなど、独自のモデルが生産された。アメリカには、 マーク1マーク2が1960年代を通じて輸出され、自社のフォードピントなどの米国製サブコンパクトカーが完成するまでの間、欧州や日本からの輸入小型車に対抗する商品として全米のフォード販売網を通じて販売された。フォードの販売力によってそこそこの販売成績は収めたが、VWB イートルや日本製小型車の敵とはならなかった。 1970年にピントが登場するとコーティナの台米輸出は終了しマーク3以降は販売されなくなったがカナダへは1973年モデルまで輸出が続けられたその他の輸出先ではタウンスが売られるケースが多かったがスカンジナビア各国や日本ではコーティナとタウンスは併売された日本には近鉄モータースニューエンパイアモーターフォード 自動車等によって輸入されたが、販売元は当時は社名をコルツナと表記していた。また、日本復帰前の沖縄ではコティナーとして売られていた。コーティナが日本でよく売れたのは、日本車の技術水準がまだ低く浮遊なオーナードライバー向けの車種も少なかった1960年代までで、その後販売は先細りとなっていたが、1977年に、 フォード自動車はマーク4の2.0ギアを277万円という低価格で投入し、量販を試みた。しかしこの時期には、オペルや欧州フォードなど、米国資本系欧州車の需要はすでに落ち込み、このクラスの需要層はより、外車らしいアウディや BMW に流れており、この試みはあまり成功しなかった。コーティナの輸入自体は、再び三百万円台に値上げされた。 マーク5の時代まで継続された。現地生産が行われていた東南アジア各国やオーストラリアでは日本のマツダカペラをベースとしたテルスターが後継車種となった。ロータス・コーティナのリアサスペンションは当初コイルスプリングの専用設計であったが耐久性に難があることが判明しノーマルと同じリーフのリジットアクスルに戻された。マーク2ロータス・コーティナはフォード工場で生産された。 車体が重くなり、マーク1ほど俊足ではなかった。また、最終年の1970年のみ、ロータスの名が落とされて、コーティナツインカムに改名された。タウヌス 12M15M は1960年代前半から、コンパクトな V 型4気筒エンジンや前輪駆動を採用し、技術的には、コーティナより、はるかに進歩的であった。このためドイツのタウヌスファンたちは、 技術的に逮捕した新しいタウヌスをバロックタウヌスとあだ名した。ダッシュボードはマーク3後期型のままであり、ワゴンのスカットル以降の車体後半部もマーク3をそのまま継承した。ヨーロッパ大陸においては VW パサートやるのを18などの最新鋭のライバルと勝負しなければならないタウヌスの旧体化は保守的な英国市場以上に一層深刻な問題であった。 生産中止時には大量のコーティナの在庫が残っていた。1983年になっても1万千台のコーティナが英国で新社登録され、最後の6台が登録されたのは1987年のことであった。沖縄アーカイブス写真集生活情報センター館、ISBN4 から861263077159ページに1965年頃の 沖縄でのフォード販売店、コーラルアイルモーターの店頭の写真が掲載されており、それによると、当時の英国報道各社種は、コルセアが、コセイヤー、コーティナは、コティナー、アングリアは、アングリアと表記されている。ありがとうございます。